僕が入った時のホストクラブって女の子の靴にお酒入れてそれを飲まされるみたいなのがあったんですよ。売れてようが売れてなかろうがそういうのやるのが当たり前みたいな。歌舞伎町内でも屈指の実力と巨大な規模を誇るホストクラブキャンディ。きらびやかな内装、そして多くのイケメンたちで埋め尽くされる店内はまさに夢の世界。そんなキャンディでお店の中枢メンバーとして新たに3名の男たちが幹部へと昇格。キャンディのイケメンこと黒崎瑛太です。よろしくお願いします。黒崎瑛太、副主任に昇格しました。秋です。お願いします。白金秋、一条空斗って言います。お願いします。一条空斗、今回この3人のイケメンに密着し彼らの人物像を掘っていく。HostTV.com。今の時代のホスト業界はお店に来る女の子の質とか見た目とかも結構変わってきてるのかな。まあそれはホストもそうなんですけど、なんかあんまりこう硬くないっていうか、口側がやりにくくないような女の子が結構増えてきたのかなとか、やりにくい子はいないですけど話しやすい子が増えてきてるのかなって思いますね。あとはもうお店の中でもキャストみんな仲いいんで、こういう派閥みたいなのもないかな、楽しく仕事できてるかなって思いますね。今は本音は楽しくねえな今のはあの違います、楽しんで今です。質問の内容なんだっけ。僕19歳の時からホストクラブしてて、6年ぐらいホストをしてて思うのが、僕が入った時のホストクラブってもう本当にテレビであるような女の子の靴にお酒入れてそれを飲まされるみたいなのがあったんですよ。石川県の金沢市ってところでホストクラブやってたんですけど、そこの地域でめちゃくちゃそういうのが流行ってて、そういうのをやってたことがあるんですよ。僕も売れてようが売れてなかろうがそういうのやるのが当たり前みたいな。ピッチャーとかにもキッチョムロックで入れられたりとか、そういうのが当たり前だったんですけど、キャンディ入ってから本当にそういうのがなくて、逆に優しい子が増えたし、初回の質が全然違うなと思って、別グループいる時とかもそうなんですけど、新人の子とかが話した時とかに携帯触って仕方する子が結構多かったんですけど、キャンディでそういうのがなくて、本当に通おうとしてくれてるのかなって思うぐらいの初回の対応をしてくれるんで、本当にみんなと仲良くしてくれるじゃないですけど、みんなにいい対応をして、キャンディに来てもみんなにいい顔できるような初回の話し方をしてくれるので、めちゃくちゃそこはいいなと思ってて、リピートする子も本当にお酒めっちゃ飲む子と担当に会いに来てますっていう人とヘルプに会いに来てますみたいな人もなんかいろいろいるんですけど、本当にみんな話しやすくて、僕がホスト始めた6年前出会った姫には絶対ないような姫で、本当に全員可愛く見えるし、僕ホストしてて思うのが、顔とか体型とかでブサイクとかって僕は思ってなくて、本当に性格がいいともう本当に全員可愛く見えるんですよ。分かる、それ本当で、そういう人がめちゃくちゃ増えてるのってキャンディーの力だと思うし、そういうのが僕すごいなと思って、はい。女の子の靴にお酒入れて飲むってさ、女の子どうやって帰るの？びちょびちょの靴で帰る。びちょびちょの靴帰る酒靴え、本当にそういうのいたんですよ。しかもブランデーとかじゃん、あのドラマとかって、じゃなくてキッチョムとか入れられるの、絶対臭いやんな。そういうのやられてて、本当にだからキャンディーズ絶対そういうのないし、もうそういうのだったらもうできんレベルなんで、キャンディーっていう店の質の良さが本当に分かったなっていう実感はしてますね。それちょっと俺無理だわ
無理だわ、靴飲む。それが当たり前だと思ってたから、その当たり前が逆に口説くされたみたいな、キャンディー入ってから、そう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 みたいな感じですね。ホストバブルが今本当に来てると思ってて、 SNS とかをよく見る20歳とか22の子がすごい増えたんじゃないかなって思っていて、なんで僕の学生の時のホストのイメージって本当にマダムが六本木とかでやおうみたいな、なんかブランデー入れてお金持ってる女性が遊ぶみたいなイメージだった。そのマダムが若いイケメンはべらせてお酒楽しく飲む。今全然違くて、歌舞伎町では本当に25までの女の子で本当に7割いくんじゃないかなっていう年齢層の違いも思いますし、その女の子のやっぱ働き方がやっぱりどうしても風俗っていう形がすごい多いなと思うんですよね。だからこそ、まあ、1000万プレイヤーとかものすごく増えたなと思っていて、5年前の1000万プレイヤーと今の1000万プレイヤーだと金額は一緒なんですけど、売りやすいか売りにくいかっていったら全然違うと思っていて、逆に今の時代はもう1000万いかないともう一人前じゃない。もう昔の時代だと1000万月売れたら一流、超一流だったと思うんですけど、今は本当に1億年間売らないと超一流とは言えないかなっていうふうに思っていて、ホストバブルが来てると同時にこちら側に求められてるものもすごい上がってるのかなってすごい思ってるんですよ。ホストも増えて業界も拡大してて、その中でいかに自分が超一流になるために売れるかなって考えた時に今まで以上に努力しないといけないなって思うんですけど、大学生時代にバイトで働いてたんですよ、そのホストで。その時にすごいバブルが来てるなって気始めの頃だったんですよね。僕がバイトしてた時が一番伸びてる業界で、その自分も向いてるなって思いましたし、このホストバブルに乗って自分がホストとして超一流になれたらいいなと思って、そこで一石を決断してキャンディーでこのホストバブルをうまく乗りこなせたらいいなと思って選んだという形ですね。いや、やばいよ、一応か半分じゃんいいじゃない、最後が一番多い最後が一番多い、撮影中は猫がおもろい、最後が大事じゃない、一番大事。福祉に昇格おめでとう、よろしく。これじゃあと2個あるから、1個はじゃんけんで、もう1個はまた別々です。じゃあ、ガチ最初はグー、じゃんけん、ほいじゃおーよっしゃーグイ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 よし、ほいグイグイグイよし、ほいグイグイグイ男やわ、男やわ。大丈夫そう、帰るじゃあ、あと一杯残ってるんで、キャンディーのキャストでドスコイゲームやります。ドスコイなんとかって言ってその名前のキャストを先に言った方が抜ける。でそれじゃあ、あ、いいっすか、ドスコイなんとかって言ってもらって俺ら指上げるんで、やめろ、ど、あ、あ、そうっす俺じゃん、俺目立ち下がりや、目立ち下がりや、ドスコイマ、まあ、知られたよ、よし、帰るよ、何て言った、何て言った、何て言った、真っ白ゆうき、マオ、マオ、マオ、いや、本名を言ったからクルトの勝ちだね。え、待って、俺がさ、ジャルケのってな、ずっと、すげえ、イエーイしか言った、俺言って言った、かぶった、かぶったかぶった、え、じゃあ判断で、絶対イエーイしか言った、スローモーションで、どすこいま、まあ、知られたよ、よし、帰るよ、僕の耳に入ってきたのは、はい、イエイイエイでした。でしょ、そう、俺も言ってないと思ったの。イエイイエイだったよね。ということで、アキくん、どうぞ。いやー、死ぬって。マジでイエイイエイだったよ。イエイイエイだった。マジで見てもなかなかった。ズルしようとしたな。よっしゃ。いや、これは、だって、3杯飲んでない人だけ。いや、俺言ったと思ったんだけど、イエイイエイしか言ってたくない、いや、ギリシャイシャイ、何がマンって言ったから、ウィアーって言ったの、ちょっと怪しい、イエイイエイしか言ってなかったっすよね、マッサージしか聞こえなかった
言っていい、あのマジで出てこなかったから言ったふりして、うわー勝ったみたいになってた。じゃあ最後父ちゃん締めてください。今の幹部マジでしょうもないんで、俺ら7人でみんなを干します。あのマジで俺ら最高やりすぎやろって。風林会館最上階、天空の大宮殿、数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディグルダン史上最大となる圧巻のスケールが今歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ100人を超える豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。